都圏大学放水路が中川流域の浸水被害を軽減するために作られた地下の川です。流域の多くの町を洪水から守るため、埼玉県春日部市国道16号の地下に建設されました。照明のパネルが首都圏外郭放水路の全体像になります。まずは水を取り込む立て坑、それから水を流していくトンネル、そして水を江戸川へと排水する排水機場になります。本日皆様にはこの排水機場の調圧水槽という場所に来ていただいております。まずは立て坑と呼ばれる大きな立て穴です。全部で5本ありまして、排水機場から順番に第1、第2、第3、第4、第5立て坑と名前が付けられています。第1立て坑は川とはつながっていませんが、他の4本の立て坑から合計5つの川の水を取り込みます。皆様の右側に第1立て坑をご覧いただくことができます。これで終わりますが。